で次は脇腹のエクササイズに入っていきます。まず右を横にします。右の脇腹を横にします。肘の位置は肩の真下、そして体が落ちないように腹筋でしっかり体を引き上げておきます。足の位置は体からまっすぐの場所ではなくて少し前に置いておきます。そして鼻から吸って口で吐きながら両足を持ち上げます。これは少ししか持ち上がりません。そして、足同士が離れないように常にぴったりくっつけておきましょう。この吸って吐いて吸って吐いてをゆっくり10回行ったら、10回目高い場所でキープしたままさらに10回早く、と足を上げていきます。では一緒にやってみましょう。ゆっくり10回から吸って吐いて、吸って戻して吐いて、吸って戻して3、吸って吐いて4、吸って5、吸って吐いて6、体落ちないように吸って7、吸って吐いて8、足離れないように9、ラストです。吸って10でキープします。さらに10回、せーの、4、5、6、7、8、9、10。はい、お疲れ様です。これをさらに反対の方向で、同じことをしていきます。